こちらは東名ハイウェイテレフォンです。午前8時35分現在の東名高速、新東名高速、圏央道の道路情報をお知らせします。はじめに、この時間、下り線は順調に流れています。続いて、上り線の情報です。圏央道では、午前7時35分ごろ、圏央道、外回り、入間インターと、狭山日高インターの間の狭山パーキングエリア付近で、乗用車が中央分離帯に衝突する事故があり、車線規制になっています。この影響で、現場を先頭に3キロほど渋滞しています。この渋滞の通過には20分ほどかかります。現在、事故の調べと処理を行っています。なお、煽り運転による重大事故が発生しています。思いやり、譲り合いの気持ちを持ち、心と車間距離にゆとりのある運転をお願いします。どうぞ安全運転でお出かけください。他の情報をお聞きになりたい方は、ご利用になりたい、コードとシャープを、路線コードを確認したい方は、シャープを押してください。